ちょっと大学生活とか聞いとこうかなと思って、5個とか入るの今ゼロだよ。ゼロで、ああやめました。やめたんかい。男子全員でやめて、なんかボイコットみたいな。まあ楽しい。あの微妙なんていうか進路とか決めたの。ここで始まりました、もちチャンネル。さあ今回は2人に来ていただきまして、はい、2人のちょっと大学生活とか聞いとこうかなと思って、はい、遊んでばっかりいる人 と勉強再開した人で、はい、え、1回やめたんですか？1回遊びほうけました。あ、や遊びほうけたんですね。そうですね。もうどうしてたの、その遊びほうけって。12月ぐらいから勉強しなくなって、そう、終わった後はゲームやって、おらららら、燃え尽き症候群出たよ。そうですね、はい、それ何もやってないですえ、でもまあほらサークルはバスケやってるんじゃない？陶芸の時のサークルなんで。まだ陶芸とか。あ、でもさすがにもう自分の代は終わってるんで。あ、もう行ってないですね。なるほど。え、中央の行ってないの？行ってないですね。行ってないもさ、入ってないですね。あ、入ってないんだ、はい、いっぱい入ったでしょ。はいいくつ入った？4つぐらい。4つ、そうそうそう。でだからそんなのあんのかよって言ってたら、あ、見た？見てないよね多分ね、早稲田政権の人の動画。はい、見てないもう見るのもやめて。そう言ったらやっぱでもそれぐらいが普通だって言ってたね。5個とか入るのが今普通。ゼロだよ。ゼロだよ。そう、5個とか入るんだってびっくりした。5つとか入って、でだんだん絞っていくって言ってた。そうっすね。まあでも5個とか入っちゃうとちょっとお金がかかるんです。ああ、そうか。で何のサークルにしたの？まあ、テニスと、うん、そうだよね、チャラいもんね、はい、まあ、テニスと、まあ、バレー。ああ、そうだ、バレー好きだって。フットボール。フットボールも球技ばっかだな、はいはい。で、と広告研究会。広告研究会そうなんだ。まあ、オールラウンド。ああ、オールラウンドサークルね、みたいな、まあ、青学のチャラいサークルに入ったということで。そうです。そうですね、楽しんでますか？いや、めっちゃ楽しいんですけどめっちゃ楽しいんですけど、はい、いや、勉強もうできないです。だって英語、韓国語じゃない、2人とも。だって、あ、そうです、韓国語。あ、やめました。やめたんかいあなた、2回必要でしょ？韓国語っす、はい。2回必要じゃない？必修ですね。必修でしょ。いや、また新しい言語取ってますね。うわー、変えたの？変えました。どういうこと、変えられんだ？そうですね、もう男子全員でやめて。男子全員でやめて、なんかボイコットみたいないや、もうちょっとこれは無理だなってなってやめて、うんうん、違う、みんなで行きましたね。それはあの K-POP 教えてた先生もびっくりじゃない、それ。あの先生に落とされましたねびっくりしました歌って踊ったのに落とされましたねちょっと、マジ、はい、え、何歌ったの？踊った少女時代の。少女時代。おお、踊ったのに、はい、落とされましたじゃあショート動画でどうぞ。いやいや、韓国が一番簡単なんじゃないんですか？うん、言語としては簡単だよ。いきなり K-POP とかやらされてもわかんないしさ、歌詞なんかわかんないし、意味不明のままやるから、はい、辛いと思う。そうだったの。え、で何語になったの？今インドネシア語やってますね。わー、サラバティアンちょっと、わからんよ、チョイスがその何、みんなで一気にインドネシア語にってなったの？インドネシア語に。それ1年変えられるってことなの？いや、基本的には変えられないんですけど、申請して変えますって。で、また1年生から取り直しで。1年生から取り直し？今1年生と一緒に勉強してます。再履修ってこと？再履修、そうです。それ全員で、男子全員がそれやったの？そうですね。で、みんな違うクラス、4つバラバラになっちゃう。わけわかんない。4つバラバラって何？ 4 つの？インドネシア語で1個選べて、あとの3つ何？あ、4人ともインドネシア語行って、まあ一緒にずっと行ってた子たちが4人いて、うん、あ、そういうことね。自分の周りの、自分の周りの男子が、男子がってことね。でバラバラに再離状態、苦い再離。あなた韓国語でやれてんの？いや、結構やばいっすそもう出席ももうあんま休めない。もうすごいね、多分分かってないと思うんですけど、画面の向こうでガラッガラですから声ね、本当はガラッガラ声、もう全部は、まあ、ちょっと調子が悪いです。もう遊びほうけてるからでしょはい、まあそうですね、はい、まあそうですね、はいそうなると思ってたけど最初から。あ、そうですか。だから遠い企画はなし。なしじゃないけど、どうせないでしょ時間。いやでも、いや勉強しろよちゃんと。結構やばいんですけど、うん、したら叩かれちゃいそうなんですけど、うん、火曜日と木曜日が授業ないんです。切ってるからだろいやないって。なんか必修の英語4単位のやつあるんですけど、うんうん、
ん、それがなんか落ちちゃって、うん、そしたらもう金水に入ってたんですけど、うん、ここが落ちちゃったんで、だから火曜と木曜しかないわけね。はい、やばいじゃん。おいおい、空いた時間に暇なんで、まあ、バイト、ほら暇って言ったら今じゃあバイトするか、はい、まあちょっとトイック勉強でもしようかなって今思ってるんです。7コマしかないじゃんもう。はい、どうすんだよ、まあ、オンラインが一応あるんで、まあ、3か5ぐらいはまあ、うん、一応単位としては取れるんですけど。いやでも英語をじゃあ取んなきゃいけない。はい、来年。来年、はい、今年のはもう無理なの。今年いくつ？全部英語なんですけど、うんうんうん、本当は1年の前期、後期、2年の前期で3回取んなきゃいけないんですよ、うんうんうん、それが1個ずれて、うん、まあ、2年の後期まで続くっていう。ダメ人間か。まあまあ俺も仮進級してたんでフランス語、まあそんな言えないですけど、よかったですね。しょうがなくないよ、勉強したら大丈夫だったんだよ。はい、課題がめっちゃ多いっす。ああそうだろうね、青学の、まあ、なんとしてでもね、あなたたちはマーチに届かせなきゃと思いながら俺いたんでね。ただマーチでもまあもうなんとかやるだろうな、遊ぶだろうなと思いながらやってた。はい、楽しんでよかったです。楽しんでますか？まあ、楽しい。あら、微妙なんですか？微妙なんですか？10月29のトイックで、うん、なるべく880取りたいんですよ。お、なんでそれは？そっからのスコアが、うん、インで。あ、インで使える、インシに使えるの。あら、でもそこでトイックは終わらせたいんですよ。ああ、なるほどね。卒業して、はい、で、もう大学院、進路とか決めたん、何も決めてないよね、当たり前だけど、まだ、はい、大学1年だから、とりあえず遊んどこうかな、遊んどこうかな、大学のうちは。まあ1年のうちは遊んどこうかな。一応トイック有利になるじゃないですか。はい、もちろんですよ。だって青学の英米なわけだから、そう、英語はできなきゃ、はい、いけないわけで、最初は別に普通の会社に就職したいと思ってるんで。お、思ってるんだ。まあ、トイックは880とはいかなくても、まあ、うん、そこそこ使えるぐらいは取っとかないとなって、うん、コミュ力とか磨いといて。そうです、コミュ力磨いておいてください。コミュ力磨いておいたら、だってうちの会社でも雇えるからね。はい、そっちの方が結構重要みたいな。遊んどこうと、だから、はい、だから遊んどこうはおかしいけどね。全然違う2人の道で、青学と中央で、はい、まあまあ中央は偏僻って言ってもいいけど遠いからね。そうですね、まだ混んでるの。なんか移動したんじゃなかったっけ、一部が。法だけ。あ、そうですね、法が妙だに、法が移動して、すいた。いや、すかないんだ。それでもすかないんだ。電車めっちゃ混んでるわ、食堂めっちゃ混んでるわ、変わらないんだ。変わんないですね。なんだ、そうか、それは残念だ。じゃあまあ目標はでもね、もう筑波の院に行くっていうのが見えてやってるんで、はい、え、後期単位取れたのちゃんと。後期取れましたね。ああ、その韓国語。ああ、ダメだったけど韓国語は。それ以外は。それで取れました。取れた。葉月はボロボロでした。ボロボロ。アメリアってああ、アメリアってやん。留年したみたいな。ああ。とか出してたんですけど、うん、留年はまあギリしなそう。お、そうなんだ。2、3年頑張れば。頑張れば2,3 年頑張れば、だからなんかすぐ行けるってことは、僕はもう2年には簡単になれるってこと。はい、2,3 年ぐらいまではすぐ行けて。ああ、そういうことなんだ。3年で留年する人がまあいるかな。へえー、まあまあ、なるほどなるほど。ケイブンはね、エベはもう留年するのがすごい多いとこなんだ。そうです、ね、まあ俺の頃はすごいめちゃめちゃ厳しいから、えぐいっていう言葉みんな使うようになったけど、はい、慶応の言葉だったからね、えぐいって。あ、そうなんです。慶応用語に入ってたからね、えぐいって。そうなんですね、そっから広まって。でも、そっから広がったかは分かんないけど、なんか普通に使われる単語になったからびっくりした。よく使います。鬼えぐ、激えぐ、ヤバえぐとか、もうなんか何えぐみたいなのがいっぱいあったけど、ヤバえぐはまあ使わない。使わないっすね。葉月は単位がボロボロでどうしよう、まあ、頑張ってください。一応ね、個別指導する時の知識は必要ですから。はい、あ、だからちょっと予習とかしてます。そう、それは絶対必要ですから。あ、今英語でもだけ、英語だけです。世界史絶対入れた方がいいからね。あの、世界史はマジで世界史を忘れてしまったのが俺一生の後悔だもん。やっぱり世界史はでもなんか忘れてても教えれるじゃないですか、うん、忘れちゃダメ。いや、マジでもったいないから。あのね、将来めっちゃ損するから、世界史の知識は絶対やっといてくれ。社会やってなかった。一応手軽選択でしたけど、社会やってなかった、この入試で。なんて言うと、早稲田レベルとか その細かいのはちょっと忘れちゃってるかもしれないですけど、うんうん、まあ、簡単とかは覚えてるんで。だから講師側でね、すごい世界史人気なの。そうなんです。それやりたいやりたいって、やっぱね、あれを維持しとくのってマジでも大変だし、維持できたら超得。世の中ですごいやっぱ知識をこう見せることができるよ、世界史は。そうです、絶対やっといた方がいい。世界史教えたいですね。あれだな、でも将来なんか合コンの場とかで披露してそうで嫌だ。なんかちょっとそんなイメージが浮かんでしまった今。いや、そんなないですよ。ロシアがどうなってるか知ってる。なんか中国がとかで語り出しそうな感じでした。いや、合コンでは別に出さないです。はい、では世界史はやっぱすごいモテるから、世界史の先生とか佐藤一平先生3回結婚したわけだから、はい、
それぐらい魅力がある。そうそう、世界史の先生っていうのはね、何の話をしてるんだか。ぜひともこれから勉強を続けてください。本当に大丈夫？来年ももう一人来るみたいな感じです。わからないね、誰がなるんだろうね。4人ぐらいいました。一応1、2個見たんですよ。うん、そうね、新しいやつ、うん、次は誰が来るのか。まあ2人とか来るかもしれない。そうですね、3人誰が受かるかわかんないですか。返してください。はい、ということでした。じゃあ2人においでいただきました。ありがとうございました。うっすうっすじゃねえ。うっすじゃねえ。